シャックです。マッツです。今日のテーマは八村塁を狙ってるチームとは。聞いたー。ロケッツに来ないか。ロケッツは残念ながらありません。八村塁の契約に関して今いろんな噂が出てき始めました。価値爆上がってるでしょ。爆増中です。やりましたよこの男は。レイカーズとね、当然再契約してくれるっていうのが僕にとっては一番嬉しいねんけど。レイカーズファンもそうやろうね。とはいえね、他のチームもいろいろ狙ってるということで、今日はそんな狙ってるチームについていろいろ紹介していこうと思います。今日も皆さん最後まで楽しみいただいて、僕ら応援するのコメント高評ボタンポチッとポーチー押していただいて、まだまだ忘れるチャンネル登録いただけると僕らに続けるモチベーションになるのが嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。八村塁はオフに制限付きの FA になります。イエーイ。制限付きなので、他チームがいい条件を提示したとしても、そこに対してレイカーズが同じ金額をオファー出せば、ちょっと待ったーができるやろ？そうやね。レイカーズに置いておくことができます。そんな八村はもうプレイオフでもう自分の価値を爆増した一人。土壇場に強いんです。16試合プレイオフ出場して、1試合平均 12.2 ポイント、3.6 リバウンド、3.48.7%。素晴らしい。ほぼ 50% やね。ほぼ 50%。当たり前やけど、3はレイカーズの中でチーム1番の確率です。そして、カウンターファイナルでは、ディフェンスでヨキッチをマークしたりとか。散々言われてたディフェンスも上手くなりましたよ。かなりレイカーズに来て、改善して。そして、オフェンスでは、彼のシュート力っていうのは、ほんとレイカーズにとって貴重。なので、いろんなチームが、八村を求めてるっていうことが、ちょうど今言われ始めた。ほんと彼は乗り越えていくね。いや、素晴らしいね。問題は、八村自身が、次の契約で、どれぐらいの金額を要求していくのか。で、ここに対して、ちょっと面白い話があって、はい、ちょっとウィザーズの話を軽くしたいねんけど。なんでウィザーズ？実はウィザーズで八村に次の契約年間約12ミリオンぐらいの契約をオファーしてたらしいのよ。そもそも？そうっていうところをまずウィザーズが八村に12ミリオンとオファーして、どうですかと。で、八村陣営がいやもうちょい上げてくれへんかみたいな。安く見るなと。で、ちょっとこういうね交渉が入って、うん、はい、最終的にはなんとウィザーズが年間13ミリオンから14ミリオンぐらいの金額をオファーしたらしいよ。もうちょっと上がったかな。そうやね。ただこれ八村側としては4年で60ミリオンの契約を望んだらしい。なるほどね。つまりは次の八村が望んでる額で言うと60ミリオン4で割ったら、うん、大体15ミリオンぐらいを望んでくるんじゃないかと今時点では言われる。結構長めの契約が欲しいねんな。そうやね。大体4年だからまあまあそれなりの期間はある、うん、ただこうウィザーズ側も実は八村それオファーしてたっていうのは結構ニュース見て意外や。レイカーズとしては今回オースティン・リーブスだったりだとか、はい、ディアンジェル・ラッセルとか当然八村も含めてほとんどですよ。ロスターのほとんどが FA になるんで、そこに対して八村にいてもらいたいと思いつつも、レイカーズが想像する以上の金額を他チームがぶっ込んでくる可能性っていうのは十分にあるし、要求してくる可能性もあるやんな。ある。ウィザーズの時でそんぐらいやからね。そうやね。で、今時点で八村獲得を狙うんじゃないかって言われてるチームがなんともう4チームあるらしい。早っ。で、ちょっと1チームずつ紹介していくねんけど、1つ目がインディアナ・ペイサーズ。ペイサーズ、ルイさんのこと好きよね。ウィザーズ時代から大好きね。ねえ、好きやんね。だからペイサーズっていうのはもうパワーフォワードでスタメン張れる選手がおらんわけよ。ちょうど空いてんねや。そうね。そこだけスポッと空いてるわけよ、ね、俺的には行って出番増えてほしいけど。いや、そう。なので一番先に言うと一番チャンスがあるのは多分ペイサーズ。ああ、行ってほしいな俺はね。ペイサーズとしてもこれ八村じゃなかったとしてもオフの補強ポイントはやっぱこのパワーフォワード、そこが空いてんねや。ほんまに空いてるわけよ。そう。そして、昨シーズンペイサーズ調子良かったんやけど、うん、やっぱハリバートも欠場した後に、でかすぎたね。そう。一気にオフェンス面で手詰まり感が出てしまった。うん、戻ってくるんでしょ？なので、来シーズンもし八村がペイサーズに行くなんてことがあれば、個人で打開するってこともできるんで、うん、めちゃくちゃ貴重なわけよね。そしてディフェンスでは、ある意味ターナーが AD 役にちょっと変わって。ああ、なるほどね。こう、二人で。そうやね。っていうところも結構見えたりするんで、ペイサーズの八村のフィットっていうのはめちゃめちゃ高いわけよ。ユニフォームも似合うと思うねんな。間違いないな。俺らも何回かコラで出した感じすんねんけど。かっこいい、かっこいい。しかもペイサーズに入ったらスタメンで出れるってことは多分間違いないと思う。本人も嬉しいから。うん。ただね、一個分からへんのが、ペイサーズはね、今回ドラフト1巡目7位指名権持ってる。そこでパワーフォワードの若手取るかもしれんってこと？そう。で、7位ぐらいが結構いいパワーフォワード結構多いやん。スクートとかガードやけど。うん、7位ぐらいはいいウィング多いんで、そうね、このあたりはね前回ドラフト大注目円出したんで、もしまだの方はねちょっと合わせて見てみてください。見てください。そして2チーム目がフェニックスサンズ。ここまあまあみんな飛び立つもんね。飛び立つ。むしろ主力以外はほぼ全員飛び立つ、ね、出番はもらえんちゃう。ただね、俺はね先に言うとサンズ行きはちょっとどうかなって思ってる。なぜに。そもそもちょっと思い返してほしいんだけど、今シーズントレーデッドライン前にさ、うん、ウィザーズがクラウダー獲得したいがためにあったな。そうやね、八村動かそうとしたあったわ。で、結局俺サンズ断って、今考えるとやで、
そのトレード成立したらとんでもないトレードになってんけど、めっちゃ強なったかもしれんね、こっち全然ありえるし。だから逆に言うと今の八村の価値はそこまで上がってなかった可能性もある。そうね。で俺がね、なんでサンズフィット微妙かなと思うと、あんまりね出番もらえないんじゃないかな。あら出れへん。実は今のサンズの主力が大きく変わらなければ、八村の役割っておそらくそのジョシュ・オコギーがやってたみたいな、はい、スリーポイントエリアぐらいから相手追っかけますみたいな、うわーみたいな、あんま得意ではないとこじゃん。そうね、もう少しインサイドのディフェンスはいいんだけど、中に入れてくれ。やっぱ外に広がったディフェンスで言うと、どうしてもこれ八村のスキルセットと合わへん可能性がある、うん、そしてもちろん出番はあると思うねんけど、結局重要な場面で言うとその時コートにいるのってクリス・ポール、ブッカー、KD、エイト、そこにルイさんってなった時に、やっぱそのさすが外から追っかけますっていうのは難しいんで、なかなかそのサンズが求めてるものと合いづらいんじゃないかなとは思う。そうやな。例えばエイトンをプレーオフもね4クォーター下げるみたいなことがあったりしたんで、例えばケビン・デュラントを5番で、八村4番みたいなやったらええねんけど、ただ主力スタメンを出し続けるのであれば、なかなかその八村が伸びきらないみたいなところはちょっと懸念として残ってる。そうやったらペイサーズの方がええな。圧倒的に俺はペイサーズでね。そして3チーム目がオクラホマシティサンダーです。 OKC ですか。なんでそこだけちょっと元気あった。 OKC もね、実はスタメンのパワーフォワードの枠ちょうど空いてます。お、いける。はい。でオフェンスのペースもやっぱ OKC はレイカーズどういうのめっちゃ走るチームだ。ルイさんも走るやん。なのでルイの運動量とのフィット抜群です。しかも SGA 以外にナンバー2のスコアラーがいないんで。でもチェットさんいるよ。それもちょっとこの後言おうとしたんだけど。素人 NBA 来シーズンね、チェットは帰ってくるんで。そう、戻ってくる。こんな細ないよ多分。もうもう少し多分出来上がってるはず。1年かけてるから。もしチェットを4番に起用してくる可能性も全然あるし、あとOKC 勝てドラフトでは1巡目12位の指名権持ってるんで、そっちで補強するかもしれない。可能性は全然ある。12位あたりの選手って結構いいガード系が揃ってるあれなんで。そうやったな。そう、この辺はメンバーシップでやってるんで、もし気になる方ぜひ。チェットのね、どういう起用になってくるかっていうとこ次第で、なるほどな、変わってくるかなと。全部できんもんねこの人。そうやね、言われてるのは全部できると言われてる。ただこうスコアラーで言うと、今 SGA がナンバーワンスコアラーで、ぶっちぎってるよ。ナンバー2がジョシュ・ギディの1試合平均16点なんで、ちょっと落ちんねんな。そうやね。なのでさ、ナンバー2あるいはナンバー3オプションとしてルイっていうのは全然可能性はあるかもしれない。そして4チーム目がシャーロット・ホーネッツです。ブンブンですよ。ホーネッツも結構おもろそうやねんけど、うん、ただねこれホーネッツ来シーズン意外とフォワード層の人数が厚くなるよっていうのは、来シーズンおそらくマイルズ・ブリッジズがもう戻ってくると言われてる。おかえり。そして映ってる PJ ワシントンともし再契約するなんてことがあれば、彼らフォワードなんで、うん、やっぱ役割、プレイスタイル被るわけよ。そうやな。あとドラフト指名権で今回ナンバー2ピック持ってるんで、ガード？ミラー？そう、もしそこで例えばスクートではなくて、うん、ブランドン・ミラーを指名した場合、お、まあ、彼もフォワードなんで、あ、そっちもいけるか。そうやね、またフォワードが増えてしまうと。そうやな、スクートはでも迷うね、ホーネッツも。これどっちか分からへんけどね。まあ、若手で言うと JT ソーとかハイ・ジョーンとかもいるんで、育ってきてるよ。ハイ・ジョーンズはねチームオプションなんでまだ来シーズン分からへんけれども、うん、意外とねフォワードの層人数っていうのが多いっていうのが今のシャーロット・ホーネッツ。もちろんねラメロとプレーしてる姿とか見たいねんけども、セクシーにしてくれるよルイさん、仕上げてくれる。今日話した4チームの中で一番のおすすめはやはりやっぱインディアナ・ペイサーズかなと思います。そうね。うん、あとホーネッツ思い出したけど、ラメロと元カノが被ってる説もあるから、ね、確かにな、気まずいよ。ちょっと気まずいかもしれん。なのでちょっとシャーロット・ホーネッツ外そうか。気まずい気まずい。なので1位ペイサーズ、2位 OKC みたいな感じかな。そんぐらいかな。ただ本人的にはね契約まとまるんであればレイカーズにいたいって気持ちは多分ほんまあると思うんで、成長させてくれたしね。そうやね。このあたりこれからねまたいろんな話題入ってくると思うんで、新しいニュース入ってきたら皆さんに随時お届けしていきます。届けちゃうよ。以上、今日は八村塁の格を狙ってるかもしれない4チームについていろいろ話してきました。はい、あなたはねこの4チームの中で言うとどこがフィットすると思いますか。ぜひ皆さんの熱い思いコメント欄で聞かせてください。コメントお待ちしてます。そして僕たち明日以降も皆さん楽しんでいただける NBA 動画どんどん進化する、どんどん出すよ。まだチャンネル登録されてない方、この動画もやったらすぐにチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。その他メンバーシップでは月1本通常動画以外に限定動画出してます。今月はね、ドラフト注目生超マニアックにやっていくんで、深掘ります。ドラフト前までに出すんで、気になる方はぜひ皆さんメンバーシップ入ってください。お待ちしてます。サブチャンネルではメインでは語ってないトピックもいろいろ話しますんで、はい、そっちもチャンネル登録して待っててください。あっちもほぼ毎日。やってます。素人 NBA では随時スポンサー様を募集しております。来てください。一緒になんかやっていただく方、応援いただける方はぜひ基本連絡してください。基本 NG はありません。待ってます。僕の個人チャンネルもよろしくね。僕のボイシーも聞いてください。そして最後におもこめ、おもこめ、今日のおもこめは何？
今日ですね、前回やりました、ファイナルの見どころを語るのかから。見てくれ。G さん。G。地理的にはデンバーが圧倒的に有利。デンバーの標高が約1600メートルに対してマイアミは2メートル。2メートルなの?2メートルなの?そりゃジミー行き上がるわ。800倍違うっていう。こんな感じでね、毎回いろんなおもろいコメント発表しますので、今後面白いコメント書いていただけると嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございました。また次回しましょう。ロケッツに来ないか。いやー、それはないと思う。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。